父上は一人の戸に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。信殿、大事ござらぬか。我らは武家様たちにどこにおったのか。かけて挑んだ、挑んだが、数はいかほど。百は優に超える。我々は図られたのじゃ。拙者は出遅れじゃ。まだ助かる者に手を貸してやってくれ。愛子は無事でござるか。お許しを。愛子、愛子殿を見た者はおらぬか。そう遠くまでは行けまい。おい、一人も生かしておいてはいけん。分かっておるな。どもぬけの殻だ。侍は皆上川村へ向かった。わしらの計った通り、奴らが戻ったならば、ただ綺麗で最後じゃ。ろくに逃げねえじゃねえか。
動きなされ。奴らはこの先で待ち構えております。承知いたした。そなたは誠に無事か？わしは見つかりません。されどあなた様もお隠れになった方が。こいつらはただの賊ではございませぬ。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む御所だ。百軒先からでも暗図を射止めよう。お主の頭など造作なきこと。早行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。叩き潰してやる。うわぁ、足が、誰か助けてくれ。わっぱみ、おい、助けてくれ。助けてくれ、頼む。屋根が落ちてきて。畜生、戻ってきやがれ。先は誰も通せん。あっ。
足が、誰か助けてくれ。わっぱみたいにわめくんじゃねえ。おい、助けてくれ。助けてくれ、頼む。屋根が落ちてきて足を砕かれ。畜生、戻ってきやがれ。おい、助けてくれ。助けてくれ、頼む。畜生、戻ってきやがる。足をへし折ってやる。馬毛ですかい。犬猫でも生かしておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。すぐ気づかれちまうぞ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしにやれるかの。馬に食わせる飯もねえんだ。もたもたしてんじゃねえ。ねばならん。やめてくれ。さもなくは矢で撃たれてしまう。ほっといてくれ。早く、もっと早く。あいつをほっといてくれ。恐れなどに屈せぬ。この辺りに違いない。なり合わせであろうと。
で最後だ。待て、ほっ。して出陣だ。何故とどまる。早く攻めねえと、お上の軍勢が押し寄せてきちまう。疲れ果てた兵は親お前はこれで最後じゃ。はっ。拙者がそなたを見つけられるなら、他の者にも容易に見つかるということぞ。ヒロキ殿、まことにあなた様でござるか。ここは危のうござる。逃げなされ、どこへでもいい。だが、みんなおらんようになってしもうた。カニさんも、子供も、わしの弟までも。みな、そなたが生きる姿を見ておるぞ。わしには行くとこもねえし、行く通りもねえ。ここに残るは死のみ。行きなされ。また一からやり直せばよい。どうかの。わしは一人では何もできん。あなた様もすぐわかるようになろう。まだまだこれからじゃ。次はどこをやる。止めろ。俺を買いかぶりすぎだ。もう兄貴をやりやがった。あんたたち、まだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。待たれよ。拙者をご存じないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。江戸か行っとくれ。さようでござるか。どうかご無事で。
欲したために、この卑怯者どもは抗う者にも出くわさずやすやすと。見逃してくれ。お前らのことは誰にも話さん。わしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。死ぬ死ぬ死ぬ。うわぁ、うん、死んだ。ヒロキ殿、お戻りか。斎藤殿、お許しを。
奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめ、おやめなさい。先には死が待つのみじ。ならば死と出会うまで。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。猫にもかなわんな。やめろ。命乞いするな。こいつら百姓は何も持ってねえ。なじみの顔ばかりじゃ。皆よく存じておる。まだ息のあるやつがおる。少しでも待って。
どうかな、悪い気しかし。死ぬ、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 愛子殿は、愛子殿はいずこに、道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと拙者を止めることはできぬ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。ないという。調和を乱したお前など取るに足らぬ。愛子。
案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。